はいどうも皆さんこんにちは、ゴードンと申します。本日はこのサーナイトを使って対戦やっていきたいと思います。タイプ、エスパーフェアリータイプ、ニックネーム、ナイトアイ、ヒロアカのキャラクターの持ち物、こだわりスカーフ、ちょっとこだわったスカーフ、持たせると素早さは上がるが同じ技しか出せなくなる。育成は特攻と素早さに252ぶりの防御に用振りしたと思います。性格は臆病なので最速サーナイトとなります。特性、トレース。登場した時、相手の特性をトレースして同じ特性になる。技、サイコキネシス、ムーンフォース、マジカルフレーム、10万ボルト。この子こだわりスカーフを持ってるんで、素早さ最速145の 1.5 倍で217。これにより、素早さ213の最速ドラパルトを余裕で抜けます。まあ、スカーフドラパルトなんてよっぽどおらんだろう。とりあえず初手でムーンフォース打っとけば、まあ、そこそこ強いと思うんで、このサーナイト使って対戦やっていきたいと思います。はい、お相手見つかりました。カズキさん対戦お願いします。お相手、ゲンガー、ガラルヤドラン、マリルリ、ポリゴン Z、オーロンゲ、最後にパッチラゴン。もうパッチラゴン嫌だって、本当に。パッチラゴン、ルカリオでどうにかするか。いや、全然それはある。サーナイト初手は全然あるんですけど、これ、ポリゴン Z 初手ダイマックス大アタックだった場合に、もう、壊滅なんだよな、うちのパーティー。そうなると。まあ、初手サーナイトは別に悪くないか。初手サーナイトはいいか。で、まあ、裏にルカリオは、まあ、パッチラゴンいるから絶対置いとかなきゃいけなくて、まあ、ポリゴン Z だった場合にナットレイで受けるか。いやー、ナットレイ受けれんのかな、これ。そうですね、まあ、結果的にナットレイなんで、まあ、サーナイト初手で投げて、ルカリオナットレイですね。これでいきましょう、お願いします。オッケー、パッチラゴンかよ、初手。くっそー、初手パッチラゴンかよ。これ、ルカリオから出せやがった。張り切り。いらんわそんなもん。外しやすくなるんだよ張り切りは。ちょっと待って、いやーこれどうしようかな。ちょっとナットレイは何のために持ってきたんでしたっけ。これすっかり忘れました。ポリゴン Z か。ポリ Z のためにナットレイ持ってきたんだけど、これナットレイ後出ししたいよな。てかナットレイを捨ててっていう動きでも全然悪くないような気がするんですね、これ。ルカリオ、あーそうだな、ナットレイだな。ナットレイ交換でいきましょうか。いや、ちょっと待って、なんかこれ、ワンチャンサーナイトでムーンフォース打ってよかったんじゃね？仮説出てない？あ、外してくれたのでかいわ。いや、だったらなおさらこれムーンフォース打っときゃよかった。ヤドリリ打ちますか、ここは。パッチラゴン引っ込める。これパッチラゴンの対面で、ヤドランか。ヤドラン、これ多分この技持ってますね。大文字とか火炎放射とか持ってるような気がするんですけど、これヤドランじゃない、間違えた。パッチラゴンの対面でサーナイト当てるっていうのは全然ありな気がしますね。まあそれか、パッチラゴン引いてくれたんで、まあルカリオで、タスクカウンターで倒すっていうのも全然あるか。まあここジャイロでいいですね、普通に。シンプルジャイロで。悪巧み、オッケーオッケー、これ守る読みですね、多分。まあ正直こっち今の対面で守ったところで何もなかったんで、とりあえずジャイロは打ったんですけど、ただ、だよね、まあお互いに素早さ低いんで、これ全然、まあでもヤドラン削れてるだけいいか。ここ多分ね、まあ炎技打ってくると思うんだよな。いや、一旦守ろっか。え？オッケーオッケー。いや、これどうなんだ。とりあえず守るは成功してるんで、オッケーオッケーオッケー。これで宿りで削ってくれたんで、あぶねえ。100勝ちましたね、今。2回、まあ、悪巧み積むっていう可能性もあったんですけど、いや、でもそこまでしなくても別にいいもんね。これ多分、ナットでやられちゃうんで、ここで。ジャイロ、選択するしかないよね、これは。クイックドロー、まあ大文字だと思うんで、これは当てていく。さすがにこれは受けらんないね、ナットレイは。まあ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 、でもこんだけヤドラン削ってくれたらそんなに悪くないんで、いやーどうしようかな。だとしてもむずいな、これ。ルカリオか、ルカリオか、ルカリオだな、これ。ルカリオで次パッチラゴン戻ってきたら、まあタスクカウンターで削りたいんだけど、そうなってくるとここでヤドラン倒さなきゃいけないんでね。絶対的にヤドラン突破しなきゃいけないんだけど、先制の爪とクイックドローで下手に動かれたらすごい嫌なんで、これ。ただ、だからといってサーナイトも出しづらいんで、まあ、サーナイトワンチャンね、パッチラゴン見れそうだから、まあ、コメットパンチでいきましょう。おしおしおし、普通に当ててくれる。オッケーナイス。すばら、あー、外せ。あー、タスキまで削られてしまった。くそー、ルカリ落とせないか、今の。ヤドラン落ちたと思ったんだけどな。悔しいな。これもう一旦、そうか。二連守るしといた方がよかったのか。まあ二連守るしたところでか、別に。
ちょっと悔しいところではありますけど、これパッチラゴン帰ってくるよね絶対。マリルリか。いやー、マリルリパッチラゴンだったら、まあサーナイトでダイマー全然あるな。これここ多分、いや、アクジェで切るのか、もしくはあれですよね、あの腹太鼓。いやー、まあ神速でいいか。まあとりあえずダメージ与えれたんで、これでアクジェか。よかったよかった。まあアクジェならこれで神速でよかったですね。で最後サーナイトでこれダイマー切っちゃいますか。ここでサーナイトでダイマー切っちゃって10万打って、いやー、そうなると、あ、でも、いやー、むずいなこれ。力持ち、力持ちってさ、これ攻撃が上がるんだっけ。物理技の威力2倍だもんね。全然恩恵ないんだよなこれ。だったらまだパッチラゴンの方が良かったわ。第3打打ちますか。第3打打って次のターンパッチラゴンがダイマ切ってくるのであれば、向こうもスカーフでこっちもスカーフだったらトントンになるから、まあいいでしょうこれで。オーケーで、サーナイトとりあえずダイマックス、まあ、マリルリよりは上なんでさすがにいいですね。サーナイトダイマックス。サーナイトもね、なんだかんだあの上位16位までが落ちた時にね、暴れてくれる可能性はあるんですけど、まあサーナイトが一番打点。おっとダイマックス、オーケー、これもマリルリダイマックス。いや、これマリルリダイマックスちょっとやばいよな。パッチラゴンがそのままスカーフで動いてきたらまずいんでこれ。いや、なんなら第3打打つんじゃなかったな、これ。これまずいわ。電撃くちばしやべえわ、これ。サーナイト。さすがにこれだって、エレキフィールド下でくちばしスカーブで撃たれたら外しぐらいの可能性しか勝てるところなくなってくるよね。ダイストリーム。いや、これは耐えれるでしょ、さすがに。オッケーオッケー。まあこれ耐えてくれるんだけれども、これ切り返して倒せるかどうかなんだよな、次のターン。なんならこれマリルリ3ターン消費したかったんだけど、いやー、これ第3打は多分エレキフィールド化なんで火力は上がってるんで倒せるは倒せるんですけど、最後パッチラゴンがスカーフだよね多分。これパッチラゴンスカーフだった場合に素早さ抜かれてるんですよね。だからこれ本当はダイマ切れた状態でサーナイト対パッチラゴンやりたかったんですけど、ここはまああとはもうくちばし外してくれるぐらいの可能性しかないですね。いや、そうだよね、スカーフだよねこれ。当たらないはでかい、マジででかい。いけ大フィアリー、いけサーナイト。おっしゃ、おし、パッチラゴンこれがありますからね。やっぱりなんだかんだ強いとは言われてますけど、16位のあれか、省かれてはいないけどパッチラゴンは。でもまあこれがありますから、いいね。サーナイト、ありがとうございました。次の対戦いきましょう。はい、お相手見つかりました。イキチッチさん、対戦お願いします。お相手ネイティオ、ランターン、バンバドロ、アシレーヌ、ガオガエン、さらにはゴリランダーということで、ラプラスかな。初手ラプラスだよなこれ。だって普通に考えたらフリーズドライがまあネイティオ、ランターン、あとアシレーヌに入るし、でバンバドロとガオガエンには歌方入るでしょ。てかまあって考えたらまあそうだよね、ラプラスだよね。で、サーナイト裏に置いといて、リザか。リザでゴリランダー見ればいいんだな。いや、これでいい。お願いします。ランタン、初手ランタンは、これは出しがちですね。完全に。オッケーオッケー。いや、出しがちでもないか、別に。こっちも向こう、なんなら氷じゃない。雷タイプだしな。出しがちではないんだけれども、フリーズドライ持ってるんで、フリーズドライでいいか。シンプルフリーズドライ打ちます。いいぞ、ラプラス。いけ。ガチン。硬い。さすがに。防御高いだけありますね。回電波、何これ、回電波あんまり知らないんだよ。何これ、嫌だそういうの。何それ、絶対レード。いけ、当てろ。ああ、まあ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 、まあ、いや、だったらこれもう絶対レードでしょ。これも絶対レードでしょ。こんな麻痺とかしてくるんだったら。いや、だからこれラプラスさ、これ完全にあれじゃね、ラプラス初手読まれたんじゃね。ボルトチェンジ、ソテラプラス、これ読まれましたよね多分。ラプラス機能停止にすればまあ後ろなんとかいけるでしょみたいな。バンバドロか、バンバドロこれ、あの、うわ色違いだ。バンバドロこれ絶対レールで倒せたらすごい気持ちいいんですけどね。当たらない。でももうこれはもう行くよ俺は。いや、圧かけてくよここは。守る、え、なんか映像おかしくね、どこのカメラ。絶対レール守られてしまった。いや、ただこれどんどん確率はね、確率はどんどん上がっているはずなんで、
ここはもう絶対レード連打でいきますよ、僕は。よっしゃ、いや、なんならバンバドロなんてこれ絶対レードで飛ばさなきゃいけない相手なんで、こんなの。すごい無慈悲。ごめんなさい、あのバンバドロって持久力って言って、氷受けるたびに防御が1段階上がってくっていう、めちゃくちゃ強い特性なんで、ガオガエンか。うわ、ガオガエンだったらあれだな、完全にこれラプラスぶっ刺さってたんだな。いや、一回ラプラス引くのは全然あり。これラプラスまだ使えるよね、普通に。ランタンとガオガエンでしょ。ねえ、使えんか。ちょっと使いづらいか。まあ絶対レードで最後まで突っ張ってもありなんで、ここは絶対レードで行こう。 DD ラリアット多分そんなに入らないんで、これはガオガエンの DD ラリアット、まあまあしっかり受けていきつつ、絶対レード当たらない。まあ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 いいでしょう。だったらここ一回ラプラス引いてでもいいか。ただランタン、別にランタンもそうか、まあ打点なくはないのか、ランタンもリザードンで。まあそうか、サーナイトもいるしな。確かに豊方打っとこう。リリラリアット、これね、欲を言えばね、ちょっとね、耐えてほしいんではあるんですけれども、耐えれるでしょ、ラプラスなら。あー、ちょっとごめん、俺のダメージ計算がよくなかった。耐えれると思ってた、普通に。リザかな、リザ出してっていいよな、これ別に。メッサの第一多分、そこそこ、打点的には、2体ともに通ってると思うんで、ワンチャンダイマックスじゃね、ランタンでしょ、最後。ダイマダイアースじゃね、ここ。で、特防アップはランタンにも繋げられるから。ただね、あれだよな、あの、捨て台詞が嫌なんですよね、ガオガエンって。普通に言うと、メッサの大地。オッケー、普通に通った。相手もダイマかと思ったんですけど。いいですね、半分は。半分は美味しいぞ。あ、だよね、そうだよね。危ねえ。ここ、ダイマ切ろうか迷ったんですけど、捨て台詞あるから、そうなんだよね。入れ替えてくるような気はしたんで、ダイマックス打たなかったんですけど、よかった、これは。だったら、サーナイト一回着地させても全然ありなんですよね、ここ。ここで切り返しでサーナイト出すのは、ありっちゃあり。サーナイトバックしますか、これ。一回リザ戻してサーナイトで行きましょう。ただね、リザメ2体抜けるかな。まあ、いけなくはなさそうなんですけど、蓄電トレース。どうだ？蓄電、よし！素晴らしいトリッキーなプレイをしていく。これは、基本的に打点はあるんで、2体ともに。まあ、ムーンフォースが一番入るか。ムーンフォースで行きましょう。すごいオシャレなプレイングしてるぞ、サーナイト。サーナイトこれがあるんですよね。だからいいんだよね。ボルトチェンジ。え、これ蓄電でしょ？どういうこと、どういうこと？いや、いいですよ。別に、あ、引くと思われたかな。引かないよ、俺は。おっしゃー、ありがとうございました。これはどっちが刺さったのかよくわからんかったけど、ありがとうございました。はい、ということで、スカーフサーナイトを使ってみました。もともと火力高いポケモンにスカーフ持たせて素早さまで上げちゃうと、何打ってても結構強いですね、やっぱり。ということで、よかったらこのスカーフサーナイト使ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。